スクウェア・エニックス・ライト・ノベル大賞は、スクウェア・エニックスが主催していた、日本の公募新人文学賞。本校では、前身のスクウェア・エニックス小説大賞についても、記述する。2004年から2008年まで開催された、小説大賞を継承する形で、2009年に創設。2012年に募集が休止された、ライト・ノベルを大賞とする。 文学賞の多くが投稿に際して手書き原稿を不可とする中、手書き原稿の応募を可としている。また、電子メールにテキストファイルを添付する形での投稿も可能なのが特徴。長編部門は400字詰め原稿用紙、換算200枚以上。短編部門は A、ラブコメ、B、ギャグ、C、バトル、D、ミステリー、E、ホラー、F、フリーの6部門で、 400字詰め原稿用紙、換算40から100枚。副賞は、長編部門が、対象100万円、入選50万円、加策30万円、奨励賞10万円、期待賞5万円。短編部門が、対象50万円、入選30万円、加策10万円、奨励賞5万円、期待賞3万円。長編部門の加策以上は必ず。 ガンガンのベルズより刊行されるとともに、ガンガンオンライン掲載。短編部門の加作以上は必ず、ガンガンオンライン掲載。また、長編、短編の両部門とも、加作以上で受賞者が希望した場合は漫画化される点は、小説大賞と同様であるが、本賞では、長編部門大賞受賞作の朗読劇化も用意、されている。第四回を最後に募集休止。 社時は未刊行。後に、シリーズ化された作品については、受賞作の刊行時サブタイトルは割愛している場合がある。また、最終選考者中でデビューした作家については、本票より割愛している。第1回から第3回までは、漫画家がデザインしたキャラクターをもとに小説を書く、ユニークな方式が取られていたが、第4回より廃止。大賞入選、佳作。 奨励賞受賞作品の副賞が漫画家である点も大きな特徴である。2009年の第6回をもって募集を終了し、2009年以降は同年創設のライトノベル大賞へ継承されている。なお、6回の開催を通じて大賞受賞者は出なかった。謝辞は未刊行。後にシリーズ化された作品については、 受賞作の観光時サブタイトルは割愛している場合がある。また、最終選考者中でデビューした作家については、本票より割愛している。リアルファミリーリレーションとして、月刊ガンガンウィング2006年1月号4月号で漫画で連載。ありがとうございます。